ただいま、やっていきましょう。バディミッション、ボンドですね。やっていこう。そして燃やされる運命だった館。何だったんだろうな。で、木馬か。はい。タクトだね、多分。ついてきたの。どう？はい、どう？そういう登場の仕方。ねえ、み、ファ、ソ、ラ、シ。なんでそういう登場？なに、た、なに、たくさんなんか決まりがあるの？お前。登場するときは、歌わなきゃいけない。趣のある場所ですね。空の台座がまた、哀れを誘う。空の台座？隕石なんて存在しないってこと？思うに、この上で輝いていたら、大量の星々が。奪われてるの？ディスカードにすでに。そういうこと？木馬さん、雨降り隕石はどこですか？見ての通りだ。全部、なくなっちまってる。え？それはそれは。どういうこと？では兵器の材料としてディスカードに根こそぎ奪われたということでしょうか。もしくは本当にマイカの里にディスカード側の人間がいる。フーガ様だな。あるとすれば。そんなことどうでもいいのですよね、あなたにとっては。だってあなたは隕石のためにここへ来たのではない、死神に会いに来たのだから。死神？誰のことを言ってる？丹波様のお墓？何ですか、そのか。そうだと思ってるけど。気づきますと。だって私はあなたを見ていました。つぶさに、そしてひたむきに。ならこれも承知かもしれんが、ここだ。俺はここで主を殺した。それから20年、報いも受けずに生きてきたよ。もうけじめをつける時。この木馬の反応から言って殺したのは事実なのか、なんか事情があったりしろ、それは事実けじめですか。ここで死神と対峙して命を落とすこと。死神は何を表してる？チェズレイ、お前は上に戻れ。これは俺の問題だ。悪いが邪魔をせんでくれ。本当に虫の良い。今から会う死神ならあなたを守り手として死なせてくれるわけですか。ん？守り手？どういうこと？先ほど大樹の元でつぶやいていらっしゃいましたね。守り手として死するべし。あれを聞いてあなたが20年もの間死なずにいた理由がわかりました。タクトの超理解がすごすぎるんだけど。自害もダメ、ただ殺されるだけでもダメ。守って死ぬ。あなたに必要なのは人を守った結果として訪れる死だ。だからこそキャビンアテンダントに扮してたタクトを助けたのかな。そういうあれで死んでも構わないと思ってた。それなら償いになると思ったのですか。亡き主にも許される死に方だと。確かにルークを公安の瓦礫が落ちてきたところに助けに入ったところとか、あれも引っ張られてなかったら死んでたもんね。僕もこれまでさぞかし大勢の人を守ってきたのでしょうね。自分の死を夢見て。あ、階層で出る。そうだよね、ここ。 CA に扮した私を空まで迎えに来たり。そうだよね。サワールムか。予定してかばったりしたのもその一環でしょう。そっかそっか、サワールムか。あ、ルークはないのか。わかったよ。鉱山だ。意外と死なないもんでね。そのようですね。さぞお疲れになったでしょう。まあ、確かに木馬の行動は捨て身なところが多かったか。そう思うと自分の命を考えてない行動を。だからこそ私に目をつけられてあなたの中に甘えが生じた。
うん、やっぱ死に場所探してんのかな。もうこいつでいいかと。あなたを狙っている間は他の人間に手を出さない。私はそう約束しましたから。まあ人を守って死んだと言えなくもないですしね。そうだな、苦しい言い訳だった。だがお前は思ってたのと違ったよ。でしょうね。なかなかあなたを殺そうとせず、素顔を暴こうと傷をえぐってばかり。分かっててやってんだもんな、タクトは。それをじれましたよね。鬱屈しましたよね。ド S やな。けれど私が殺すのはゲスのみだとお伝えしたはずですよ。僕はゲスになってないってことか。殺してほしいならゲスを体現してみせればよかったのに。償いのために非道をなせってかい。もうそれはどういう状況なの。守って死ぬために、償って死ぬために非道をなす。むちゃくちゃじゃん。なるほど。自分の手は汚さず、主に恥じることもせず、善人の顔をしたまま死にたかったと。この後に及んで実に浅ましい。悪かったよ。もうお前にいびつな期待をかけたりしない。タクトの言うことは確かについてるんだけど、それが人間じゃないっていうところも分かっ、まあそれも分かった上でタクト言ってんだろうな。おや、私が謝罪を欲しているとでも。じゃあなんだ、もういいだろ、これで全部だ。気に入ってないな。まだ気に入ってないぞタクトは。時間がないんだ、もう行ってくれ。時間がない。どういうこと。行け。何の時間。なんで邪魔をする。死神が来るってこと。お前だって俺を排除したがってたはずだ。俺が死ぬなら本望だろう。なんで死ぬことになるの、よくわかんないんだけど。ま、ここで何があるの。あ、出た。出た、仮面が取れた。人をバカにするにも程がある。私を死の言い訳に利用しようとしたところまではまだいいでしょう。え、でもお前捜査系能力者だから利用されるのは嫌なんじゃないの。そこはオッケーなんだ。けれどより都合のいい殺人者が見つかったらもはや用済みだという。なんだこの状況。私があなたという人間を知るために費やしてきた時間と熱量、その全てを嘲笑うかのように。全然感情移入できねえんだけど、タクトには。タクトに感情移入一切できねえんだけど、なんだこれ。思っていたのと違った。もう必要がない。それが地雷だったのか。と同じセリフだ。ああ、地雷か。木馬さん、私から見たあなたはね、守り手という善人の仮面をかぶった正真正銘のゲスですよ。今こそ差し上げましょう、あなたにふさわしい罰、ふさわしい死を。お、ファサー。はい。あ、はい、変身か、タクトの。なるほどね。そういうことか、ダンバ様。どうした、モクモ。なんで声が再現できんだよ。どこで声を拾ってきた。私に殺されるならそれこそ本望だろう。タクトの変身技術はもう便利だな、展開を作るのに。ダンバ様。だが一人では死なせん。愚鈍で罪深い民も一緒だ。人間ってのはバカだよね。こんな、なんか、そんな感じでエンビーのセリフがあったよね。あ、チーズ中探しのところだ。うわあ、一新されてる。この里は救えぬ吐きだめ。飲酒に固執して不幸を生み、今やディスカードとも関わっている。
本当にそれは関わってんの？どうなの？よくわかんないんだけど、それ。潰した方が世のためだ。何を言って？でもタクトだもんな、これは。お前を狙っている間、他の人間に手を出さない。なんでそこ開けタクトなの？確かにそう約束したな。なんかタクトとタンバ様混ざってない今の。お前が死ねば、おスタンド状態。私はいくらでも人を殺せる。そうだろう。どういう状況だこれ。なんでラスボス化してんだよお前が。どういうことなんだ。いやタクト、でもタクトはラスボス化するものなのか。そういう運命なのか。里の要所に火を。お前かい。やったのお前なの。バカな。子供を使ってかけたのか。子供になんかやってたもんね。聞こえないか、あの教官が。聞こえるんかい。すげえなお前の耳。どこへ行く。お主はここで死ぬのだろう。待って待って、このレベルで燃えてんの本当に。背景のレベルでやばくない？ガチでなんかやばい惨事になってんだけど。え、そんな火の回り早い？まあ、木材か。それとも見届けたいか。かつての主が民をなぶり殺す様を。案ずるな、木馬。お前に一つ約束しよう。その命と引き換えに民を一人見逃してやる。すなわちお前は人を守って死ぬ。償いを果たせるということだ。僕は三日月だ。三日月を使え。20年もの間司会しろ。死に場所を探してさまよってきたのだろう。もうよい。お前は十分苦しんだ。さあ目を閉じろ。安息の時が来たのだ。いや、おい、そうだな。やっと楽になれる。自分を騙し切るだけで、それだけでいいのに。それができないから生きてきたんじゃないの。死んでもできぬままこのざまだ、うん、それができたら初めから死ぬ方法なんていくらでもあったんじゃないの。自分で火につけてその人を守るみたいな。眠るがいい。あ、守らせろ最後まで。あっさり破れたな。上際の悪い。仲間対仲間っていう。仲間対仲間っていうのはなんかなかなか燃えるな。超スピード。スピードと回避の木馬だもんな。ようやく。でも殺してないでしょ、木馬のことだから。本当のあなたが見えた。本気になる？あ、違う。やられてるんだ、本当に。どうぞ里へ駆けつけてください。私は動けませんので。なんだろうな、タクトはもう、なんかタクトは悪役なのか悪役じゃないのか、なんていうか、なんかもうなんかイライラするんだよな。そういう意味ではかゆいってのがよくわかるわ、アーロンの。肩だけにとどめてくださるとは、お優しいことです。チェスレイ、ここには地上の音なんか届きゃしない。そうだよね。さっきの悲鳴。いくらなんでも響きすぎだよね。以前申し上げたでしょう。ああ。心が弱っている人間は催眠にかかりやすいんです。タクトは催眠にかけられたことがある発言だよな。こういうのってそういう感じだよな。ファントムにやられたんじゃないかな。ファントムは何をしたの？そして
結果なんだってこんな真似を。私の目的はずっと変わっていませんよ。あなたの素顔を暴くためです。主殺しの木馬さん、あなたは罪を償いたい。言い訳が立つ形で楽になりたい。己の願望のために人を選び、人を利用し、用がなくなれば切り捨てる。善人の仮面の下に弱くてずるいゲスの顔を持っている。けれど最後まで守らせろと言い放ったのもそのゲスです。死の口実のためだけに人を守ってきたのならあんな言葉は出てきません。自分で気づいていなかったのか、それとも気づきたくなかったのか。いずれにしてもあなた心の奥底では覚悟を決めていたのですよ。来たるべき最後まで守り手として生き抜く覚悟を。ある種こうして生きていくことが木馬の償いなんだろうね。死ぬことじゃなくて。言っておきますが、認めるしかありませんよ。あなた今むき出しですので。守り手として生き抜く、来たるべき最後まで。ああしんどいな。しんどいですか。そうだよね。ではそれが罰なのでしょう。あなたはとっくに報いを受け、正しく償い始めている。後追いを禁じた主君の願い通りに。タクトは誰にでもなれるから、木馬、人の気持ちが理解しやすいのかな。忍びというのは守り手なのだ。タクトは理解できるんだろうけど、その上でイラついてんのか。守り手として言おうとしない。守り手として死するべく技を極め、心を鍛えよ。お主ならばそれができる。チェズレイ、お前さん案外バカなんだね。タクトはバカだよ。タクトはいろんな世界線でバカだよ、あの人。どうぞ続けて。勝手に行動すんだもんな。美学だかなんだか知らんが、律儀に人の本心探って、しまいには体まで張って。まあそんな感じ。あっちのタクトもそうだった。俺を消すための手間だったんだろう。さぞ死んで欲しかったんだろうに、もう叶わんよ。自業自得だ。言いますね。まあそれは我慢しましょう。あなたはゲスだが、守り手でもあるらしい。それもまた味なのでしょう。以前あなたが私の濁りを風味だと言ったのと同じくね。ファントムとも誰とも違う、あなただけの味ですよ。お前さん、つくづく思ってたのと違うね。正直最初はゲスにしか見えんかったから。お互いにゲスを求め合ってる二人なんだな。おや、覆してしまってよろしいので。でもゲスでしょ、二人とも。ちなみに先ほど燃やした幹の三日月、あれは本物ですよ。あ、関係なかったの、この子供は一切。あ、
自意識過剰な子供ですね。なんだとっていうか、なんだよ、なんで木の皮なんか削いで。小鉄、ゴンゾ探したぞ。よそ者と触れ合うなとあれほど。おー、それにこの辺りにおると今に。今に今に何、ゴンゾ。死神が来るって言ってたよね。何どういうこと。何でもよい、ともかく行くぞ。なんかあるのか、まだ。え、タクトには何も言わない。この辺りにいると今に来るのでしょうね。何が死神って。何、死神か。何、イチゴ。違うか。違う、あなたの大効果。あれは削いで剥がして挙句に燃やしたわけですが。僕も殺せる死神。いい、失わんと気づけないこともある。風雅様しか考えつかねえんだけども、それ。皮肉なことで。あ、毒。あ、いかん、毒炎まかれだ。毒炎。私ではありませんよ。わかってるよ。いいかい、この煙はあっちゅう間に回るから。元気だなお前ら。うわぁ、やり返してる。意識飛ばしなさんな。普通に死ぬよ。うわぁ、やられたやつやり返してる。前の傷口ぐりぐりやられたやつを。しかもタクトの杖で。うわぁ、容赦ないですね。案外執念深いな、僕は。もうごめんごめん、ゲスなもんでさ。で、お前も散々えぐってきただろう。それが人を生かすこともある。で、誰、毒炎撒いたの誰よ。ちょっと待ってよ、何、解決で綺麗にまとまりました、脱出しましたみたいな雰囲気にしてる。クリアなさあ、マジか。 B か、まあ、ふざけたもんな、かなり。はい、若気の至り、悪のルール、目覚め、マイカの食事、退治、よそ者たち。はい、あっ、しゃっくりが。はい、どうしよう、一個ぐらい見ていこっか。じゃあ時間が、ダメだ、しゃっくりが出てきたんでやめます。はい、ありがとうございました。あ、いい、いい、イワンの絆が、悪のルール、これ見たいな。ありがとうございました。ありがとうねー。